台形は内から1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートまでは残り3秒。スタートしました。トップスタートを決めたのはセンターが3号艇の橋本です。その外からは5号艇の高倉も伸ばしていこうとしますが、先前1号艇握って出た2号艇の藤森バックへ向かいまして、直まくり、見事に2号艇の藤森が単独先頭。6号艇藤森陸斗は大外6コース。前半カードこちらも豪快なまくりを決めています。スロー3艇にダッシュは3艇で内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまでは残り3秒。スタートしましたダッシュアウトから5号艇のアルが1周の1マークの攻防ですが、センター先に行くのは3号艇の酒井が2段で攻め立てる。5号艇打ち合いタスパッと来たのが6号艇の藤森バックセッジ入りまして、先頭は見事に突き抜けて6号艇の藤森陸斗。